今回は、個人的に好きなダンサー3名紹介します。最初はフィーンです。ママムーンのメンバーで、正直ダンスに関しては、そこが見えません。はい。この動画では多分、イベントだと思うんですけど、すごく、ダンスが綺麗です。はい。一つ一つの動作が綺麗で、このシーンとか、そして、ライブの、ソロの時のパフォーマンス、このシーンとか、また別の動画で、ママムーンを、好きになった経緯を、話す予定です。そして、モモですね。モモに関しては、もう正直、レジェンド級なので、話すことはないんですけど 本当に、日本人として、韓国で、活躍してくれてて、とても、個人的に嬉しいです。そして、ハヨンです。プロミスナインのメンバーで、メインダンサーをしています。ハヨンの、ダンスの特徴は、ターンのうまさだと思っています。感じました。自分は、ハヨンターンと呼んでるんですけど ターンの、スピードとか、あと正確さは結構安定はしていると思います。で、特に、この曲はですね、ターンが多いので、たくさん、ハヨンターンが見れます。そして、ブラックピンクの曲も、カバーしていて、本当このシーンで、ターンがこうグッてこう加速するんですよね。そして、この動画も多分有名だとは思うんですけど、男とか、本当上手ですよね。今回は、個人的に好きなダンサー3名紹介しました。以上です。ありがとうございます。